勝を狙う F ・マリノス、ホームに FC 東京を迎えます。前半4分、F ・マリノスは右からのコーナーキック、右から水沼のクロス、遠藤啓太、J1 出場100試合目の遠藤のゴールで F ・マリノス先制です。いいところに1枚、そしてファーサイドからね、遠藤ね、うまく入ってきて先に触りましたよね。見事でした。マリノスが1点を先制します。14分、 FC 東京の攻撃です。香川へのこのプレーで FC 東京はペナルティーキックを得ます。やっぱ当たっちゃったって感じですかね。そうですね。キッカーはディエゴ・オリベイラ。これで FC 東京が追いつきます。41分、 FC 東京はディエゴ・オリベイラのこのプレーでフリーキックを得ます。いいトラップしたね。ゴールキーパー、ここはイエローカードでした。キッカーは田川に代わって入ったレアンドロ。直接いきます。 FC 東京2対1勝ち越しです。すごい角度にインサイドキックでパスのようでしたね。本当ですね。やはり壁の前に2人座って見えなかったのかもしれないですね、うん、ちょっと遅れますよね、どうしても ね、キーパーをね。後半開始早々の FC 東京、右サイド永井のクロス、中で待っていたのはレアンドロ。 FC 東京、後半早い時間に突き放します。ちょっと帰りきれない、もうカウンターを受けているような状況でしたけどもね、怪我から戻ってきた永井が得点絡みましたね、うん、2点を追う F ・マリノス。34分、左サイドから最後中川でしたが得点にはなりません。試合は3対1、 FC 東京2試合ぶりの勝利です。